世はインスタント時代という、血はインスタント屋でござい、とまでいかなくても近頃流行りの食べただけお払いくださいという缶詰屋さん、置いておけばつい手も出ようというもの、食料品店越中富山版というところです。電話一本でお料理相談に応じるサービス商売も現れました。はい、はいはい、お料理の119番です。はい、あ、そうですか。カレーライスを作ってて薄くなってしまったと。そうしましたらね、おかずで悩む奥様方に大好評です。おろして、こちらは東京のあるホテル、お一人様タイ米1500円なりを支払えば食べ放題の食い放題、名付けてバイキング料理。遠慮が禁物のこの料理、人ばかりハイソサエティの気分も味わえば、肝心のお腹の方はつい遠慮がち。お皿の取り替えは何枚なりともご自由とはいえ、肝心の料理は眺めすがめず、お腹に入るにはそうそうインスタントにはいかないようです。こちらはまさに時代の先端を行く住まいのレディメイド。基礎を打ち込んだのが午前10時。この型破りの家は名付けてミゼットハウス。ただし家を建てるとは申しません、組み立てるというそうです。ご隠居さんがあれよあれよと見守るうちに、ちょうどお昼頃には屋根の取り付け、かくて昼の1時には一個の家が完成しました。食うにも住むにも手間が省ければ、あとはなんとか体を使わないようにしたいのが人間の頭。開けごまとはおとぎ話だけではない時代になりました。口も聞かずに前に立てば一人でに開いてくれるのがこの自動ドア。こちらは足を使わなくても歩けますと現れ出たのが、名付けてラバレーターという動く歩道。恐る恐る乗ってはみたものの、乗ったら最後途中下車は一切ご法度。時代の流れとはいえ、こうも即席になってはどうやら乗るだけで精一杯のようです。